皆さんこんにちは。緑と花の休憩所を秋の装いにリニューアルいたしましたので、それに合わせて植え替えのガイドツアーを行いますので、よろしくお願いします。こういう大きな菊の鉢ですので、これが順番咲いてくると、花の手入れとかそういうのが、お花が傷んできたら、もう次のお花あるところでこの辺でカットしたり、ハサミでカットしたりして形を整えます。そういうこともやっておりますね。ここはダリアが結構たくさん、これダリアです。これダリア、こちらダリア、菊が入り、そしてマリーゴールドのちょっと変わった色のマリーゴールドですね。変わった色ですよ。それでもこの菊もちょっといろいろあれしてるんですね。風車菊だとかいろんなのありますので、あとはね、もうレストランとかね、それから何ですか、レストランあり、喫茶店があり、水の流れがせせらぎが感じる道並み、街並みを表しております。お店の前にこういうかわいい、こういう寄せ植えコーナーですね。要するに街で言えばちょうど歩道の横っていうような感じですね。そういう感じで車が入らない道路みたいな感じに、お花がいくつか、公園みたいな感じのとこですね。その中でお花がいろいろポイント的に植えてあるんですけど、今回は里山フェアということでやっておりますので、オータムカラーのボーダー花壇で、これ菊がね、すごい種類、いろんな種類、風車菊だとか、これ風車菊っていう、とてもかわいい、これ形してるんですよ。これかわいいですよね。でこのカゴに、秋の風情を表すカゴですね、手作りカゴですね。そういう感じから、そしてこれフェネセタム、これも秋の風情出してますね。そよぎを出すっていう、そういう感じで、まあ、あの辺も菊が入っておりますし、でここがちっちゃなコンテナの感じですね。これも寄せ植えてあるんですけど、これも街並みの一角にこういうの、自分のお庭に一角にこういうのって、もう花壇いっぱい作らなくても、これだけ作ればお家で綺麗に手入れができるって、シンボルツリーを一本植えて、その下にこういうふうにすれば素敵なお庭の風情になりますよね。こういうのもね、とても綺麗ですよね。こういうふうにずっとこれ見て綺麗ですよね。菊とダリアとっていう感じで、常緑系のこういうコニファーとか、それでこういう大きな葉っぱあれしております。こちら棚飾りっていう、私たちは言ってるんですけど、こういう秋の風情出すために、こちらもやはりね、こうやってねあれしておりますけど、グラスを使って、グラスとダリア、ジニア、アイ、これも、毎回入れ替えのたびにこういうような風にあれしてるんですね。やはりカゴ使うっていうのが秋はいいですね。器でも陶器よりもカゴの方がいいですね。やはり秋らしいイメージあると思いますけど、はい。こちらも小さいスペースですけど、もう小さいスペースが盛りだくさんに入っております。結構しっかり入っているので、植え込む時には植物見てあれしてるだけでも楽しくなるような、カデートとかダリアとか、まあこれはねちょっと違うんですけど、秋のあれとしてはちょっと、ね、あれしておりますけども違うんですけどね、これアピランサス。でグリーンが後ろですごく生きてますよね、その中で。こちらね、カランコエは本当は
冬は軒下なので、あまりこういうのとこの植物は水やりがちょっと難しくなる。あまり水はあれしないんですね、多肉系なので。でもまあここはちゃんときちっとした管理してらっしゃる人いるからこういう寄せをしてます。お家でやる場合はこういった寄せ植えはしません。これだけは注意していただきたい。一緒に植えると水やりがねちょっと違うんです。水やりすぎると根腐れを起こしやすいからね。こちらもやはりねこういうカゴ、手作りのカゴにこういう盛りだくさんの花入れてます。で、これをですねお家ではこれだけのたくさん量入れなくても、また全部取り替えじゃなくって、季節があれしてきてマリーゴールドのところをねパンジー、これからですとパンジーに取り替えたりとかすると非常にいいかなって。これも本当ねしっかりしてるんですよ。これ重たいんですよ、すごく立派な感じで。それで後ろにですね、このバッグの後ろに少し変わった感じ、後ろとのこの境界作るためにこういうここでね後ろとのこの境界を作るためにマウンテングラスを入れ込んでおります。カゴとの境をね、そういうの。それでここずっとその流れに沿ってパターンを同じようにしております。秋というと大体はねお家のこういう植物、そういう意外と自分たちにとって身近な植物が多いですね。和の感じですので軒先にこういう菊とかこういう百日草のちっちゃい花のジニアって言うんですけど、こういうの昔からあるこういった系統とかそういったのを取り入れております。まああんまり皆さんこれは珍しいねっていうものじゃないんですけど、逆にそれで親しみやすいっていう感じですね。はい、ここもずっと同じようなパターンでいってますね。とてもこれね暗い色ですけど、まあ、いいですねこれがね。マウンテングラス、ヘリセタムとかイネ科ですので、どちらかといえば温室があれば冬越ししますけど、一般の家庭では冬越ししないで11月の下旬までぐらいは持つと思います。こういうイネ科なのでこういう方はこういうふうにしてきます。こういった方ですね、とても気持ちがいいですよ。これこういう穂がついて、色もこういうとてもいい感じ、これかわいい感じの穂がこういう感じですね。今回ねコロナのせいで今年度はまだ初めてなんですけど、毎年はでも年に4回ですよね、それをやるっていう計画の中ではあるんですけど、もしねそういう機会ありましたらぜひねこういうのに参加して、お家の庭のね一角をきれいにしようかなとか、また何かお尋ねがあればお話しできるようなこともあると思いますので、ぜひねこういうツアーでお出かけください。なんか終わった後にも必ず家族的にお尋ねがあればねお話しできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらの2階もね棚飾りの延長線上の中に飾っております。だからハロウィンっていう10月はですねハロウィンのあれがありますので、こういった置物を置きながらこういうのも制作しながら棚飾りっていう感じで、これもね順次入れ替えやっております。皆さんでアイディア出し合ってやっております。春日市はサボテンの町、日本一だと言われておりますので、非
常にお客様からもサボテン売ってないのっていうふうにおっしゃるけども、まあ、植物園はあの植物を売るとかで皆さんに見ていただく場所として、こういう2階のコーナーでサボテン、多肉、そういったものを少しずつ広げてきておりますので、ぜひねあの2階の方に曲がっていただいて、もう珍しいのがあるねって言っていただければ、それを動画の花屋さんとかなんかであの手に入れられると非常にいいと思います。参考になると思いますので、ぜひ2階の方へ上がってみてください。